テラと彼女の機体の方はどうだ。順調に操縦や戦い方を覚えていっている。今まではシミュレーションだけだが、そろそろ外に出してもいいだろう。能力の方も問題ないかな。もともと無自覚にステラドライブを稼働させてただけあって、 G 粒子の認識、操作能力は高いと思う。機体の方も修理は終わっている。積み替えたコックピット周りの調整が済み次第、実戦に出すことは可能だ。アストライアはコックピットが旧式仕様のままだったか。どこかのバカが積み替え前に地球に落としちまったからな。別に今その話をしなくても、あの時は差し違えてでもグラビティロスを防ぎたかっただけだし。艦長、提案がある。今日アストライアの調整が済み次第テラを紹介に出したい。この中域で実戦経験を積ませると。もちろん、ここが海賊どもの狩り場である以上、マーキュリーと一緒にだ。私の経験上、奴らが手負いの獲物を見逃すとは思えん。艦長、僕からも頼む。理由を聞こう。現在、この艦が搭載しているのは通常中域用の安物のレーダーだ。とてもではないが、電磁波や瓦礫が散乱するこの中域で役に立つとは思えないんだ。現に先の戦闘では潜伏するリレイヤーを発見できずに襲撃を許している。この艦の管理者として、艦およびクルーの安全は何よりも優先したい。プルートちゃん、それってメイちゃんでも難しいの？メイとは文字通りこの艦の頭脳だ。自慢ではないが、いかに頭脳が優れていようとも、目や耳といった感覚器官が鈍くては意味がないのさ。なるほど。わかった。二人を紹介に出そう。おやさん、調整が済み次第準備を頼めるか。おう。というわけだ。よってテラとマーキュリーの二人には紹介に出てもらう。要は新人の子守ってわけね。ごめんなさい、マーキュリーさん。私、紹介って初めてで、うまくできるかわかりませんが、やれるだけのことはやってみます。大丈夫よ。任務である以上、あなたがどんなポカをしても、私が完璧にフォローしてあげるわ。テラ、索敵をメインとする紹介任務は、使う時に乗るマーキュリーのお箱だ。いろいろと見て学ぶといい。はい。よし、いい返事だ。それにしても、マーキュリーさんってすごいですね。私より年下なのに、戦う以外にもいろいろできて、尊敬しちゃいます。当たり前でしょ。私はあの人の妹として、完璧なんだから。あの人？そうだ、テラ。マーキュリーの友達になってやってくれないか。はあ？サンちゃん、ナイスアイディア！マーキュリーのやつ、こんな性格だから友達いなくてな。何でも器用にこなすけど、ぼっちなのだけがたまに傷なんだよね。何勝手なことを言ってるのよ。てか、ぼっちじゃないし。じゃあいるのか。サンがいるじゃない。同年代で。友達がいないんじゃないの。不要だから作らないだけよ。やはりいないのですね。なんですって、ポンコツ。私でよければ友達になってくれませんか。ずっとヨダカと旅をしていたので友達っていなくて。え、結構よ。友達なんていらないわ。少し考えた。本当は欲しいのでは。素直じゃないんだから。あんたたち、言いたいことが顔に出てるわよ。はあ、しょうがないわね。あなたがどうしてもって言うなら、なってあげなくもないわ。本当ですか？ただし、スターチャイルドとして私の友人に足りうると判断したらの話。馴れ合いは嫌いなの。私と友達になりたければ、せいぜい頑張って私に認められることね。はい、マーキュリーさんに認められるように頑張ります。時間だ。テラとマーキュリーは各自搭乗機へ。準備でき次第出撃だ。資源衛星ベスタ、かつて人類の宇宙開拓を支えた
小惑星をめぐる大きな戦乱があった。二国間に生じたいさかいが次第に大きくなり、やがて何万もの生命の輝きが散る戦争へとなった。他の戦争を無名の戦士として戦った彼女たちは、やがて心に星の意志を宿し、まるで導かれるように再びこの中域に集うのだった。なんだか薄気味悪いところですね。瓦礫は多いのに妙に静かというか、なぜでしょうか。初めて来る場所のはずなのに、なんとなく見覚えがある気がします。かつてこの中域では戦争が行われました。この中域にあるものは全てその名残です。戦争ですか。事の発端は、宇宙開拓用の資源として火星と木星の間にある小惑星帯から運んできた小惑星ベスタ、改め資源衛星ベスタの所有権を大国同士で揉めたことのようです。はじめは小さな火種がやがて大きくなり、事態を重く見た地球政府軍が介入し、鎮圧するまでの約6ヶ月間もの間争いが続いたようです。今では暗礁中域と呼ばれていますが、ここは何千人の人間同士が殺し合った元戦場です。未練か怨念か分かりませんが、宇宙なのに人影が見えた、悲鳴が聞こえた、変な視線を感じた。振り向くとシートの後ろに知らない誰かが、という噂が有名です。どうしてそんな話を任務中にするんですか。出撃前、卑弥呼からマスターにも宇宙のロマンを味わってもらいたいからと頼まれました。頼まれないでください。もう私がこの手の話が苦手なの分かってるくせに。もし本当に出たらどうするんですか。まったく、任務中なのに気楽なんだから、雑談なんて非効率よ。マスター、そこの瓦礫の陰に何か巨大な物体が隠れているようです。気をつけてください。ええ、知っています。パーシャル級巡洋艦の環境ですよね。マスター、ん、なぜレーダーでも詳細不明な恐竜物の情報を知っているのですか。なぜって、それは、初めて聞く音です。救難信号ね。一度アステリズムに確認を取るわ。紹介中の2人が受信した救難信号はアトラスの貨物輸送船のものであると判明した。アトラス？アトラスコーポレーション、通称アトラス。金融通信業を中心とした財閥系軍事企業の最大手さ。重機のみならずクエーサーも生産している。その歴史は古く、現在も秩序を重視した経営を行っていることから、本拠地であるベルギーでは議会よりも権威が高いとも言われている。罠だな。捕獲した艦の救難信号をおとりに獲物をおびき寄せる。昔から海賊がよく使う手だ。僕も同意見だ。現在の艦の状態と戦力では可能な限りリスクは避けるべきだ。それってつまり無視して通過するってこと？でも、もし本当に救援を求めてたらかわいそうじゃない？そうだ、僕たちは何も受信していない。ブルートとおやすさんの考えには俺も賛成だ。だが、アトラスが GT ラボにとって重要な取引相手である以上、見過ごすわけにはいかん。本部のお偉いさんは何だって？アトラスに確認したところ、付近を航行中の艦が一隻、少し前から連絡が取れなくなっているとのことだ。な、張本人に確認するか。普通これでは無視できないじゃないか、本部のバカ者どもが。ったく、これだから温室育ちのエリートどもは。偵察には哨戒中の機体を回す。
いつでも卑弥呼とサンを出せるよう準備させてくれ。ということだから二人ともくれぐれも気をつけてね。はい、わかりました。了解、問題ないわ。ここが救難信号が発信されたポイント。戦闘は行われていないようですが、救難船はどこにあるのでしょうか。肉眼、レーダーともに周囲にあるのは瓦礫ばかりね。それらしき艦影は見当たらないわ。ゼータからデルタへ。獲物は2匹、予定よりちょっと少ないみたいだぜ。構わないわ、予定通り。はじめは彼らをぶつけて獲物の価値を測るわ。あなたも引き続き監視を続けてちょうだい。了解した。あ、センサーに反応あり。気をつけて、何か来る。クエーサー？装備が統一されていない。多分宇宙海賊ね。その機体のパイロット、聞こえてるか？オープンチャンネルで通信？俺様の名は宇宙海賊ジャック海賊団のキャプテンだ。海賊ということはやっぱり救難信号は本物だったんですね。あの人たちを倒して早く助けてあげなきゃ。気持ちはわかるけど落ち着きなさい。まだ罠じゃないって確定したわけじゃないわ。すまない、待たせたな。二人とも大丈夫？卑弥呼さん、サンさん、お宝が自分からこっちに来てくれるとなかなか気が利くじゃねえか。いいか野郎ども、あの機体も生け捕りだ。ステラギアは人間同士で戦うために作られたわけじゃないのに。卑弥呼、勘違いするな。ステラギアはリレイヤーから人類を、ひいてはこの宇宙を守るために作られた機体だ。その使命を阻む者がいるのであれば、何者であろうが打ち破って進まねばならない。人間であってもだ。確かにそうだけど。私たちの旅は誰にも邪魔させません。相手をしてやろう。行くよ。援護するぜ。俺の番なんだな。落ちるんだな。私は私、誰の代わりでもないわ。任せなさい。成長できた気がするわ。星の意志が近づいてる。所属不明の新たな機影が接近中。みんな気をつけて。新手のクエスター、まだ仲間がいたんですか？おそらく漁夫の利を狙った他の海賊がこちらの消耗を待っていたのだろう。感じる、あの3機から星の意志を感じる。間違いない、私たちと同じスターチャイルドが乗ってる。なんだと。どうだ会長、間近で見てあの機体はお眼鏡にはかなった？ええ、あの機体には価値があるわ。でもパイロットは大したことはない。はっきり言ってカス揃いね。相変わらずはっきり言うね会長。でも
そういう歯に気抜きせぬところが素敵なんだけどね。そんじゃ会長、連中への挨拶と交渉頼むぜ。ごきげんよう、アステリズムの皆様。通信、私の名はミンタカ、宇宙海賊生徒会の会長にしてオリオン座のトリプルスター、ミンタカの意志を宿すスターチャイルドよ。同じくアルニラム、役職は副会長。同じくアルニタク、役職は初期兼会計兼庶務兼広報だ。言っておくが雑用じゃないからな。オリオンのトリプルスターが私たちに何の用だ。あなたたちの期待をいただくわ。おとなしく受け渡すのであれば命は保証してあげる。やはり目的は超重力技術か。スターチャイルドである以上、超重力技術で作られたその機体に惹かれない理由はないわ。それに私たちならリレイヤーにオリジナル1を奪われるようなあなたたちよりその機体を有効活用できるわ。そのオリジナル1を取り戻すためにもこの機体をあなたたちに渡すわけにはいかない。交渉は決裂ね。でも安心したわ。真に欲しいものならねだらず自らの力で勝ち取るのが生徒会の流儀。海賊らしく力ずくでいただいていくわ。私たちの旅は誰にも邪魔させません。このまま突き進みます。直撃だと？今日はついてるぜ。沈みやがれ。狙いが甘いわね。太陽に挑むか。遅い。なんだと。さすがに頑丈だな。行くよ。邪魔。ほらよ。作戦行動に入るわ。邪魔。ファーストスターがどの程度か期待していたのだけれども、正直ばっかりね。とは言ってもよ会長、連中諦めの悪さは相当だぜ。無傷での路獲が望ましいけれど、無理ならコックピットを潰しても構わないわ。マジかよ会長。てか希少なスターチャイルドを殺しちゃって大丈夫なのか。問題ないわ。宿主が死んだ場合、星の意志は次の宿主を探すもの。ステラギア部隊、生徒会を名乗る海賊に押されています。クエーサーでステラギアをここまで圧倒できるなんて。おじいちゃん、クエーサーを貸して。予備機で私も出る。バカ言うんじゃねえ。乗れることと戦えることとは別だ。吐き違えるな。でも卑弥呼たちがピンチなのに何もしてあげられないなんて。私、いや大丈夫だ。どうやら彼女たちが間に合ってくれたらしい。マイドーGT ラボからの増援2名お待ち。やはり急いできて正解でしたわ。状況は思った以上に芳しくないようですよね。あんたが出る必要はないわ。面倒だけど主要の切除は私の仕事よ。相手がスターチャイルドでもね。お気遣いは無用ですわ。ただの海賊風情ならまだしも、相手はオリオンのトリプルスター。私の初陣にこれ以上ふさわしい相手はいませんわ。はあ、分かったわよ。でもほどほどにしときなさいよ。天の川にウラヌス来てくれたのね。遅くなりましたが、天の川とウラヌスの2名戦線に加わらせていただきますわ。ん、あの機体のパーソナルカラーって確か。誰にも私の邪魔はさせない。逃がさない。当たらないわ。行きますよユダカ、私たちの道を切り開きます。
くだぞ。うわあ！そう、会長のために逃がさないよ。当たらないわ。私に続け。逃がすか。あれはね、どうやら少しはまともなパイロットがいたようね。その動き覚えているぞ。お前ベスタ戦役に参加していた傭兵か。まさかあの時の子供がスターチャイルドとなり、またここで相まみえることになるとは。あなたは確か軍の。なるほど、これも星の巡り合わせというわけね。行くよ。完璧な仕事をしてあげる。逃げられるかしら。当てられた。油断した。私たちの旅は誰にも邪魔させません。生徒会活動を始めるね。せいよ。かすった。私に続け。当てる。当たった。当たった。ではエレガントに。それではエレガントに参りましょうか。やっ！やらかした。行くよ。私が居場所を教えてくれる。直撃。会長、言っちゃ悪いが、こっちが不利だ。弾薬も資材もただじゃねえ。引くなら今だぜ。はいはい、そこまで。戦闘なんてやめなさい。どういうつもり？あんたたち、生徒会って言ったっけ？この際面倒だから、全員私に雇われなさい。は？意味がわからないわ。あんたたちの噂は知ってるわ。お金のためなら略奪行為から傭兵稼業まで何でも見境なくこなす謎の宇宙海賊生徒会なら、ここでドンパチするより私に雇われた方が賢い選択だと思うわ。報酬なら奮発するわよ。天の川だ。笑えない冗談ね。まったく、せっかく命の恩人が譲歩してあげようってのに、アトラスの跡取り候補は礼儀の一つもわきまえていないわけ？言っている意味がわからないわ。それに私は誰かに助けられるほど弱くは。あんたの左横腹の傷、あ、ベスタ戦役で負傷してピーピー泣いていたのはどこの誰だったかしらね。飛び出したあんたの蝶を腹の中に詰め直して跡が残らないようにきれいに保護するのは大変だったわ。まさか、あの時も。分かったわ。あなたに念じて、この場は見逃してあげる。物分かりのいい子は好きよ。たく、ラム、引き上げるわ。もう少しで押し切れたのに。うちのお財布を管理してる会計役としては、会長のその判断、イエスだね。待って、ミンタカ。私たち、協力できないのかな。あなたたちと組むメリットがないわ。その程度の腕じゃ足手まといよ。最後にあなたの名前を聞かせてもらっても。ウラヌスよ。ウラヌス。
ウラニスね。覚えたわ。レベルアップ。まるで太陽の輝き。以下2名全員帰還だよと言っても、この間には俺ら以外のクルーはいないんだけどね。いいの、こういうのは雰囲気なのね、会長。たく、留守の間にメールは？ちょっと待ってくれよっと。どれどれっと。一通だけ、会長のクソジジイから来てるぜ。要約すると、そろそろ顔を見せに来るようにだそうだ。ゲー、また？この前も顔出しに行ったばかりなのに。会長がまたあの顔見ると思うと憂鬱だよ。要約しない場合は？開発中の試作兵器の完成の目処が立ったんで、俺らに運用試験をさせたいそうだ。で、地球に降りて本部のあるベルギーまで来いってさ。タクちゃん、要約しすぎ。分かったわ。補給も兼ねて本部に伺うと伝えといてちょうだい。オッケー、任された。ところで会長、 GT ラボのステラギアだけど本当に見逃しちゃうの？まさか、隙あらば奪うつもりよ。獲物が手負いである以上、このチャンスを逃すつもりはないわ。よく間に合ってくれた、二人とも。と言いたいところだが、ウラヌスはどうした、アマロガは。一緒に着艦したはずなんですが。メイド、はい、これお土産のロールケーキでもって、キミコには頼まれていた銀河堂の特製コンペイト。数量限定で買うの大変だったのよ。ありがとう、ウラヌス。では改めて、よく間に合ってくれた、二人とも感謝する。オリジナルワンを奪われた後じゃ何だったとは言えないけどね。ですが、キミコさんたちのピンチには間に合ったんですわ。急いできた甲斐はありましたわ。それにしてもサン、あなたがいながら情けないですわよ。返す言葉もない。己の力不足を痛感させられたよ。しかし、太陽は沈むが再び昇るもの。いずれこの借りは返すつもりだ。まさかオリオン座のトリプルスターが私たちに敵対してくるとは思わなかったよ。あの3人がアステリズムに参加、せめて協力してくれればオリジナル1奪還の道も開けそうなのに。今まで出会った子は素直に参加してくれたのにね。生徒会がステラギアを諦めたとは考えられん。限界態勢を維持したまま早急に暗礁宙域を抜ける。これまで以上に策的に注意を払ってくれ。あの、私テラって言います。先ほどは助けていただいてありがとうございました。あら、今度の新人は私好みの可愛い子ですのね。では改めて、私は天の川銀河の意志を宿したスターチャイルドですわ。補足すると、天の川は天の川造船の御霊場で、この間の出資者兼スポンサーなんだ。天の川造船、確かアトラスやゾス社と並ぶ三大軍産企業の一つですね。社名に造船とある通り、造船業の老舗で、人類が宇宙進出する前からその名は歴史に存在します。ですが、私も皆さんと同じ星の意志を宿すスターチャイルドの一人。お気遣いはいりま。あ、危ない。まったく、
言わんこっちゃない。体が弱いくせに無理するんだから。いつもありがとうございます、フラです。あの、大丈夫なんですか？この子にとってはいつものことよ。心配いらないわ。お恥ずかしながら、生まれながらの虚弱体質でした。今のはただの立ちくらみですので、ご心配なされず。ほら、挨拶は済んだんだから、さっさと部屋で休みなさい。いいわよね、館長。ああ、今のうちに体を休めておくように。ではそうさせていただきましょうか。それでは失礼しますわ。待って、天の川、部屋まで着きそう。さて、次はあんたね。何でしょうか。どうせ暇でしょ。この後少し付き合いなさい。はい、これで全検査終了よ。安心しなさい、今のところ目立った異常はないわ。よかった。こういうのを受けるのって初めてだったので、ちょっと不安だったんです。ウラヌスさんってお医者さんだったんですね。そう、だからカンのクルー、特にスターチャイルドの健康管理は私の仕事なわけ。それとあんたの記憶の欠落のことだけど、あんたが思っている通り、グラビティロスによる精神的なショックに起因した健忘症の可能性が高いわ。おそらく証明は心因性記憶障害。心因性記憶障害。過去のことを思い出せない逆行性健忘で、辛い体験や出来事、特定の人物を思い出せなくなることが多いとされる症例よ。逆行性。すみません、私にも分かりやすいように説明してもらえますか。読んで字のごとく、精神的なストレスなどによって記憶が失われてしまう記憶障害。どう、このくらい噛み砕けば理解できる？治療する方法はないんですか？病気や怪我と違い、精神的なものが原因である以上、明確な治療方法がないのね。そうですか。けど、催眠やアモバルビタール面接によって記憶へのアクセスが改善された例もあるわ。希望するなら檻を見て実施することもできるわよ。でもね、好きなみな言葉だけど、忘れてしまった方が幸せな記憶もあるの。思い出すことで後悔することもあるわ。お願いします、どうしてもルナに、妹に憎まれている理由を知りたいんです。たとえ辛い記憶だったとしても、何も知らないままではルナと向き合いませんから。分かったわ、必要なものを手配させるわ。もしそれまでに何か思い出すようなことがあれば、些細なことでも報告するように。ありがとうございます。あの、ところで先ほどからずっと気になっていたんですが、口に加えているそれは。安心しなさい、ただのアメちゃんよ。誰があんな健康を害するだけの嗜好品をたしなむものですか。疲労した脳には甘いものじゃないと。アメちゃん、あんたも食べる？あ、じゃあせっかくなので。ちなみに一つ300クレジットね。え、お金を取るんですか？しかもものすごく高い。当たり前でしょ、私物なんだから。それに稼げるところで稼がないと返済額に届かないじゃない。もしかして借金ですか？そう、気に入った子たちに貢いでたらすごい額になっちゃって。あんたも男遊びは気をつけなさいよ。はあ。さて、診察は以上で終わりよ。金づるになりそうにないし帰っていいわよ。ありがとうございました。それ
それでは失礼します。私よ、たった今彼女のメディカルチェックが終わったわ。検査内容と DNA データを送るわ。いつも仕事が早くて助かるよ。それと彼女の記憶の欠落に関してだけど、記憶に関わる脳の一部に損傷が見受けられたわ。彼女には伝えてないけど。それは助かるよ。未だに彼女の素性がつかめないのと関係がありそうだ。よってアステリズムにはオービタルリングにあるゾス社の造船ドックに向かってもらう。ゾス社か。確かここ10年で急速に台頭してきたコングロマリットだったが、軍にもクエーサーを下ろしていたな。納得できませんわ。オービタルリングには天の川造船もありますのに、他の造船ドックならまだしも、よりにもよってゾス社だなんて。天の川財閥とゾス社の関係は理解しているつもりだ。我々もアステリズムを修理するのであれば天の川造船で行いたいと考えている。だが天の川造船ドックはアステリズムの現在地点から見て地球の裏側、遠すぎるんだ。わかりましたわ。艦の安全と任務の緊急性を考えればやむを得ませんものね。だがGT ラボの機密を隅々まで触らせるつもりはない。ゾス社には船体の修理と機材の貸し出しのみを依頼している。機関部分は整備部で対応してくれ。分かった。はあ、これでアステリズムはなんとかなったはずだ。あとはニールたちがリレイヤーの尻尾を掴んでくれれば。やあ、アイザック、今日も遊びに来ましたよっと。アステリズムの状況はどうだい？ちょうどゾス社の造船場に行くよう伝え終わったところだ。案の定天の川には睨まれたよ。そっちはどうだ？こっちもウラヌスからテラ君の身体情報と DNA をもらったばかりだ。やっと彼女の素性調査を進められる。ところでアイザック、いい加減家に帰ったらどう？管理部みたいなことを言うな。見ようか。うん。会社には何泊してるんだい？まだ5日目だ。まだ5日目って何日泊まるつもりだったのさ。事態が収拾するまでだ。アウト。仕方がない。今日は帰るか。それで今日は何の用だ？とそうだった。あまりにもアイザックが臭くて忘れていた。地味に傷つくんだが。ちなみにアイザック臭に関する指摘は君の部署の女性スタッフたちから頼まれた。追い打ちをかけるのはやめるんだ。え、何？もしかして気になる子とかいたりするの？アイザック、気になる子？気になる。私のことなんだわ。まさか組織の上に立つ者として仕事にプライベートは持ち出さない主義なんでね。この部署アイザック狙いが多すぎでしょう。まあ顔が良くて出世頭だからわからなくはないけど。それで用事とは何だ？例のアトラスの船のことか。うん、航行記録や入港記録を僕なりに追ってみたんだけど、どうも気な臭いんだよね。もう匂いの話はやめてくれないか。いや、こっちの匂いじゃないんだけど。結論から言おう。そんな船は実際に存在しなかった。法務局のデータベースに船舶情報は登録済みで、航行記録や入港記録も存在するんだけど、誰もその艦を見たことがないんだよね。まるで幽霊船だな。だが入港記録があるなら港の人間が見ているはずじゃないか。この艦がこれまで入港した港は全てアトラスグループのものといえば君なら理解できるはずだ。アトラスが非公式の海賊部隊を抱えているという噂を聞いたことがある。救難信号を発した幽霊船の正体はそれか。アトラスなら超重力推進装置を狙う理由は明確だ。独自に超重力技術の研究開発を進めているという噂もある。ア
あのタヌキジジイにまんまと騙されたというわけか。もっともスターチャイルドを3人も抱えているのは僕としても予想外だったけどね。本来スターチャイルドを発見した場合は協定により GT ラボへの報告の義務がある。だがそれをせずに秘匿し、しかも私兵として使用している時点で何かを企んでいるに違いない。何年か前の地球政府軍みたいにね。何いる。人類とはリレイヤーという共通の敵があっても一丸となることができないものなのか。